ギタリスト大萩康二さん、19歳の時クラシックの名門大学パリコンセルバトワールに首席で入学。20歳の時に世界で最も権威のあるギターコンクールで2位に入賞。的確なテクニックと情感あふれる音色、そして天性のリズム感、その才能はギターの神様と呼ばれるレオ・ブローウェルから高く評価されました。大萩さんは村治佳織さん、木村大さんとともに世界を舞台に活躍する新世代トリオと呼ばれ、大きな期待が寄せられています。